友達オタクなのいいないいお羨ましいんだけどちま、うん、ちゃんの生誕途中からみお出かけしてて途中から見ました、うん、のの何だっけ世界三大珍味から見ました、うん、今日はあの美味しいものの話がしたくて。うん あれノート持ってきたのに、ノート。ノートがない。うん、今非常にお目目が悪いです。眼鏡してやろうかと思ったんですけど。 ノートがないんですけどやばいなんか昨日に比べたらめちゃめちゃあのー痛くなくなったんですベロがでもまだ痛いああ書いてないじゃんヤキヤキスケッチブックがあったのでスケッチブックに書きたいと思いますメモしてこう今日はみんなの 愛知県愛知県かまあいいや愛知県でおすすめご飯、今日は皆さんの愛知県のお店で食べたことがあるおすすめのご飯を聞いていこうかなって思いますでみゆが今年中に何店舗いけるかっていう 感じごいみたいです友達が中ちゃん覚えててくれてるのって喜んでる覚えてる中坂のヒュールーも全然女の子来ないからみんな覚えてる <laughs> このなんていうの 愛知県にしかなないいいお店がんいいんですなんかチェーンとかでこうチェーン展開してるとかじゃなくてほんのになんかもう愛知県にしかないみたいな町中華みたいな感じの感じがいいよん神奈川県民でも愛知県でさご飯とか食べたことないんですかなんかみんなはあのマジで行ったことないみたいな方はあの今,今日の話を聞いてあの次に行ってみてほしいなみたいな感じです <laughs> そう女の子になりたい <laughs> でも大体いつもいる方はわかりますか大丈夫大丈夫 <laughs> なんかも詳しく「語れます」っていうコメントしてくださいで「あなた」ってみやが示したらもう語ってでそのお店よく知ってる方も語ってください田原市 田原市。<laughs> 田原市ってどこですか。<laughs> ごめんなさい、愛知県民です。<laughs> 愛知県民なんですけど、ちょっとわかんないですね。名古屋虫って、飯があるんですか。名古屋虫っていうのは、なんか名古屋の有名なご飯のことなんですけど、まあ、手羽先だったり、味噌煮込みはどうだったり。きしめんだったり、だったりひつまぶしみたいな、その名古屋で、ね、有名なものを名古屋虫って言います。奄美 <laughs> 半島。 ええ。なんか個人的には。あのご飯屋さん。食べたい。な。<laughs> 願望です。じゃあ、ちょっと。あちみか。<laughs> すみません、奄美って読んじゃった。 本日は役に立たなそうなのでえー、みみみみ,みてくれないんですかやよいけは定食屋さん俵って読むの俵って読むのイえ痛い口が痛い俵俵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 俵 コンパルのエビフライサンド食べたことない。あ、美味しいよね。コンパルはあれで食べた。十分名古屋の差し入れでいただきました。マグロレストラン、美味しそう。体操服で配信してる。ええー。いいな、体操服ね。ちょっと学校バレちゃうから、私はしないですし。私の体操服を見たところで、誰も何も思わないと思うの。 スイーツ系でもなんかそのおみんなのおすすめスポットを聞きたいので教えてくださいねえんか気になったところにみんなで行こうハンバーグレストランのヒッコリーのハンバーグは爽やかですけどヒッコリーは愛知県にしかないお店ですか ん <laughs> へそ出しへそ出しはまだまだまあまあすみやしあれだよねきしめん名トークにあるのええー、ひっこり美味しそうハンバーグ食べたいな名トーク コメダコーヒーは割と全国にあるので名古屋に行くとハンバーグとステーキが多いハンバーグとステーキはどこのお店に行きますか中坂はあのあの人生で23回しか行ったことない栄のお店をおすすめしたいんだけどしていいのかなしていいのかな <laughs> 星野コーヒーって愛知県にしかないの え美味しそう鳥海草本家 <laughs> 懲戒わかんない読み方教えて親子丼食べたい親子丼いいですよねなんかさみんなみんなじゃないいといとこでおばさんに作って自分で作りなさいって言われたの。だからちょっと今度作るね親子丼いいよね親子丼語って誰か <laughs> メコ丼のいいところはご飯が進む <laughs> 草エスカにあるのねアフタヌーンティー食べたいパルコの中にあるザ・フラワーテーブルえー、パルコ高そうアフタヌーンティーしたらさ映えだよね ねえー、みんな聞いてくださいよ。中坂はあの明日から始まる一番くじが引きたいのねもうね。明日家出る予定ないから <laughs> 厳しいの。アフタヌーンティー食べたい。パルコの何館ですか？<laughs> 何館教えて。鶏海？ええー、美味しそう。どうもなんでカーストはないよない。どう？ダライスはみ頼まないです。中です中中。波とか。 ハンバーグ大好きだからいいろろね。ハンバーグ好きな人はあの俵型のハンバーグが好きです最近ハマってるおいしい肉って感じがしますラーメン大大ラーメン大ってお店ですかおいしそうラーメン食べに行きたいんだけど一人で行く勇気ないの マフタナンティーに一人で行くのもだいぶ勇気ですけどね不思議不思議ねほいは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 いあーもうベロが痛い <laughs> うどん好きな中さんに大須の一服何うどんですか何うどんもあるうどんい 6番二郎系二郎系食べたことないんだよね合いびきがいいのわかんないけど何びきか <laughs> 何びきかわかんないけどなんか俵型のハンバーグおいしい <laughs> 和風ハンバーグ大好きあ分かります今デミグラスがダメなので。 本場讃岐うどん讃岐うどんいいねいいですね3回ってことだけ分かったわあ,ーあーまたやらかしちゃった何が映ってた <laughs> 聞いちゃうでも今日は天井 だったと思ったんだけどさ、わかんない。の何何が映ってた？<laughs> カレーうどんって名古屋名物。あの和菓子屋のカレーうどんとか名古屋名物ですよね。ドアとか、あドアはいい。はいはいはい。あでもあっちの方映った説あるな。うつじゃない本当に。たこイチ栄えだ。それは何屋さんですか？ 今日ははかった外カメにするほど危険ななことはないですからねはいはいはい誰かと食べに行けたらいいなみたいなでも一人で行く予定たこ焼きえー、気になるウェルビー栄が分かんないけどうん <laughs> 隣にあるたこ市栄店でもさ栄店ってことはさ名古屋以外にもありそう おす,すめしたいお店がいっぱいあるんだ舞台見に行ってきたのいいな舞台何の舞台でしたウェルビアサウナ屋さんええメリアパークの北のサイゼリアの近く分かった分かった <laughs> 安い居酒屋はそこそこ詳しくなったのえじゃあ居酒屋さん教えてくださいまま坂を連れて行きます見のまないよ <laughs> 愛知県探してるの名古屋限定愛知県で探してますだから全然名古屋じゃなくても嬉しいですただ今のところね名古屋がすごく多いです <laughs> お腹すいたけどねそれな、うん、鳥貴族は多分いろんなところにありますね <laughs> ベトコンラーメン食べたいんだよねどこにあるの教えて詳しく 名駅のヤマトっていう居酒屋さん、伏見駅の近くにあるの？なるほど、調べます。 カレーなおよかれんぞくにすごいなカレー食べたいにして聞いてくださいは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 い <laughs> ね多分悪化はしないんだよ悪化はしないんだけどね反対側もね噛んだんだよ多分自分でめっちゃ痛いチ <laughs> <laughs> ャーハンも嬉しい痛い みその座の道挟んでお迎え <laughs> 難しいしら調べますで <laughs> もう痛すぎてやばいそうなんか増えたっていうかさこっちに比べたら痛くないんだけどまあなんとなく痛いみたいな感じやね 側すごいみんなベトコンラーメンすごい詳しいねみんな言ってるやんでもフォローされてます出演権残念やったねなんか多分もう一生公開されないから話すけどさ2時間分のストーリーがあるわけですよ <laughs> でなんかその最初の第一ストーリーはなんか割と序盤で中坂がんか言ったみたいになって「中坂今言ったよね」みたいな。 でも言った記憶までないっていうかそもそも知らないからさ「えいました?」みたいな言ったら「言ったくない?」みたいになったんだけど <laughs> こうこうメンバーとかは「え中坂言ってないですよ絶対今違う子が言いました」みたいな結局私言ってなかったんだけどなんか言ったみたいになったの <laughs> なんか「中坂中坂絶対言ったよ」みたいなスタッフさんに言われて「でも中坂言ってないです」ってメンバーがみんな言ってくれてあの言ってなかったらしいです うあんかけスパはコモがおすすめコモってどこにあるの ?9 番。 いつも元気娘でピースしてんのに肝心なところでグー出して負けたの不服だけどかわいかった <laughs> 違うねん、ね、でもあ,のあれなんですずっとグー出してたんですよくまさんの試合も2回ともグー出しててでこ,ここでもグー出そうってなったのそうでなんかその私が言ってないのにこう言ったみたいになってすごいなんか論争になったんです言った言ってない論争始まっちゃって で結局まあじゃあ言ってないことにしましょうみたいになって <laughs> 言ってなかったんだけどね結局でも言ってなくてこうまあ進んでいくじゃないですかでまあいずりんさんドボンみれいちゃんドボンみたいになってあのー、で最後みれとここの一騎打ちがもうめちゃめちゃ長くてでもなんかその、まあ、ここのあんま喋らないから <laughs> 全然言わないじゃんみたいなそうねなんかもう ミュウがめっちゃ振るんですよ「えこれどうだった?」とか言ってん「まあまあ」みたいな <laughs> そ,うそういうのがもうこう続いてたわけですよねそうそれであのー、<laughs> こうめちゃめちゃこう頑張ったんですけど言わなかったの結局でね「ここながないです」みたいなだったじゃないですか「ないです」みたいな。 でなんかそのとち最後もいずりんさんがいなくなった時にここなんかもう敬語使わないから「です」を消したんですよで。ないだけでもいいよみたいになってなんかそれでこうやってたんですよ。<laughs> やってて話してる間になんかここちゃんが「分かんない」みたいな「分かんない」って言ったんだけど分かんないで終わるのはなんかちょっと後味悪いから <laughs> みたいなって「えみたいな「みえっ言ったやんみたいになったんだけど。<laughs> えみたい,ないや今のはちょっと後味悪いからみたいなって <laughs> 結局じゃんけんで負けましたちまちゃんとはやかちゃんは性格合うと思う両方ラーメン好きなイメージでそう。 コーヒー屋か <laughs> しかなるかん <laughs> なんて読むの <laughs> そうなんかその私と私とっていうかその4人とも全然最初喋らなくてマキコさんとかほののさんがこうトークテーマ振ってくれてなん,かなんか「なこんにちは」みたいな感じだったんですよ。<laughs> それでなんか そういうい感じだだったんだけどで最後そういう展開があってでもジャンム剣負けて「でもスケジュールだとか言ってたけど絶対そんなことないから六名間ってもうのねむずいむずいなんかでも聞いたことあるピュースさんのお手紙なかちゃん出てきたねそうなんか あの知ってたんですよ、みあの、川島の誕生日のお手紙が、ピオスさん、ピヨス,スさんだって。で、なんかその、この前の、のウェルカムトークショーの時に、なんか、チマが、なんか、ちまの手紙書くことになったんだよね、みたいになって。え、そうなんですかでも、やっぱ、そうですよねみたいな <laughs>。言ってたら、なんか、トークショーになったんだって、みたいな。イベント形式なら、自分たち出れるんじゃねみたいになって。川島が、本当に好きな人呼んでいいよってなった時に、呼ばれるんじゃないみたいな話をして、2人で。 で言ってずっと遊んでた <laughs> そうえパスタパスタ気になる審査会のひろしっていうパスタは美味しくて量もあっておすすめえ気になる気になる審査会ね 新マーチですかパスタ居酒屋たこ焼き親子丼ラーメン代は分かるかアフターヌーン <laughs> ハンバーグ でもなんかひっこり行ったことある気もするな。本当に行くの本当に行きたい。今年中に行きたい。コロナが落ち着けば。この前初めて世界の山ちゃん行ったよ。どうでした美味しかったでしょ。パスタのは五右衛門でしょ。いや、五右衛門はうまいです。この前ね、食べた、食べに行ったんだよね。めっちゃ美味しかった。 そうなんかみピアスさんと毎回公演後に動画を撮るんですけどなんかそうでも全部ちまちゃんの話なんですよ「オムライス苦手だけど温スのみー」<laughs> 読めないオムライスいいですね <laughs> えー、読めない おいしい、ね、そう食べたいおおす <laughs> ねおすまあでも見直していくよね <laughs> いや違う違う見直していくよね <laughs> 皆さん郵便がな <laughs> 書いて書いて モーニングカレー気になるしけみちってどこですかちょっと詳しく <laughs> ちょっとねわかんないから中坂さん名前間違えたの名前間違えたじゃないモーニングカレー喫茶喫茶メニューポピー喫茶 メニュー,ピーどこにあるの体操服とブル,ブルマはすごいですねバンテリンドームの天津飯バンテリンドームのどこにあるんですかみゆきておー了解了解白いオムライス食べたことないです 地元じゃないので読みには不安明 <laughs> 駅と丸の内の間あたり桜通り線ですね丸の内あれ違うかいやそうだよねシャチホコゾンは何が載っ,ってるんですかシャが載ってるんですか みんなが学生の頃はブルマーだったかもしれないけどみっちゃんは履いたことないですねあれですこうサッカータイプみたいな <laughs> 大好き体操服、うん、めっちゃもう毎日履いてた <laughs> めちゃ語弊が生まれるけど中学時代はなんかもうね私の中でその体操服のズボンをはかない日は 終わったって思うレベルに大好きでした <laughs> エビフリアおエビフリアかどこも美味しそうなんだけどなガチ行きたいカツ丼にエビフライがさ <laughs> どういうこと,どういうこと <laughs> カツ丼にエビフライこ、こ、こ、こ <laughs> そのきはどこにありますかも今のところ全然行ける範囲くらいにあるんだけどしゃしゃちほこ丼岐阜県にも岐阜県ちょっと遠いんだけど行き方教えてくれれば今一番何食べたい和風ハンバーグが食べたい 今は和風ハンバーグが食べないのブルマせないんですモータンがオットセイのものまねどういうことオットセイのものまねどういうタイミングにやるんですか体操 <laughs> 服の特権はしないんです私もブルマはいてたあほんと半面止まったんごるま。<laughs> 鶴舞って鶴舞ってことを最近知りましたずっと鶴舞だと言ってたあ違うんですよなんかその鶴舞鶴舞と何かがくっつく時は鶴舞になるけど駅は鶴舞ですよあの路線とかは鶴舞線です鶴舞線ですあの電車とか駅の名前は鶴舞だけどあの鶴舞公園っていう公園があったりするそこは鶴舞です難しいね 誠打ちのものまでお願いします。おやー。わ <laughs> あ<やー>。<laughs> そう、鶴舞線はあってます。地名は鶴間なんだ。えー、体操服な決めちゃうかも。学校バレるもん。<laughs> 天丼のおいしいお店教えてん。えー、じゃ、ちょっと待って。わ、えー、かんない。 全然チェーンとかだったらごめんね <laughs> いやでもチェーンってもうね美味しいですからタブレットがないあった充電あるかなあった10%しかない <laughs> お店の名前調べるから待って逆に鶴舞公園だと思った鶴舞です鶴舞公園、うん、鶴舞線ですなんていうの久屋踊りの地下って 難読地名名でですすねね古屋あるあるる、ね、セントラルパークっていうのねま <laughs> あ,あそうこれこれフロアマップこっちがここだこれですこれこれ調べる調べる あ全然あ全然チェーンですごめんなさい <laughs> でも全,全然チェーン店なんですけどめちゃめちゃ美味しいの <laughs> あれあでも名古屋にしかないのかな分かんない。 そんななことはないか分かんない食べログしか出てこない <laughs> ここじゃない気がするないやここだなここかな <laughs> 違うかもしれないもう一回調べるわってるわ 28番違うあこれめっちゃめちゃめちゃあれでしたでも超美味しいのいやちょっと待って店舗検索 毎日県外にもありそうですあどうやって調べるんだあこれだ5%になっちゃった大阪と名古屋と。 兵庫とにあります <laughs> 大阪と兵庫と愛知県にあるんですけどあのどんどん亭っていうどんぶり屋さんがめっちゃ美味しいですおすすめです私のおすすめは なんかねなんかセットメニューみたいな <laughs> あるんですよねそれが美味しいのどれかないつも食べるのはこれんじゃない気がしますカツ丼と鶏天丼とみたいなそんな感じですいつもでこのこのこのこれですミニ麺をつけます ミニかけうどんの食べますおい <laughs> しいの本当にただメニューがないななんかディナーかなランチかなどっちかで食べましたおすすめですどんどん亭です 美味しいやばい5%しかないからか動かなくなっちゃったあタブレットが動かなくなっちゃったうんこんなことあるうん本当においしいですおすすめです詳細 うん、おすすめです <laughs> てんやってしてます知ってるよ行ったことはないけど <laughs> 行きたいですねおいしいところいっぱい行きたいですね最近おすすめの丼屋さんでした <laughs> おすすめおいしいハンバーグいいな みんなの近くに高そうな天ぷら屋もあるなそうでもそこも行きたいのそこも行きたいのその近くの天ぷら屋さんなんだっけ <laughs> これです松屋松屋じゃない松月みたいな つづきあこれですこれですめっちゃ行きたい公式ホームページないですねでもめっちゃおいしそうなの行きたいです <laughs> 長坂家って家族で食べに行くのいいね まあ、そうですね <laughs> 家の近くなら三人で行きますでもちょっと遠くだと三人で行くことはほぼないですね今移転したんだえ。ぇー <laughs> 丸八寿司で道屋サイダー巻き食べてくる丸八寿司はどこにあるんですか <laughs> めっちゃ気になるやん 前髪がやっぱ決まんないっすね私そば <laughs> かみそばねあんま食べたことないんですよね <laughs> 誰がいなくなるまあさしてください <laughs> NHK ビルの地下にあるメルスのロコモコロコモコいいねなんか見たことあるかもなんか劇場に行く途中じゃない免疫かなえわかんない社会でロコモコ丼見たことあるかもしんない社会科の免疫かなどっちかで見たことがありますハンバーグ情報片っ端かメモしてありますありがとうございます <laughs> ヨキヨキウォーチューえー、美味しそう寿司食べたい <laughs> でし今醤油がね死んじゃう醤油が長坂のねベロを終わらせます。の <laughs> せてくれますか載せようかな。<laughs> どこに載せたらいいと思いますか。<laughs> いやそうだみんなさあさめちゃめちゃキューなんですけどあ,のあと2日間分雨風ロのネタがなくて結構今もう本当にもうなんかやばいんですね長坂のあれがね。 だから考えてほしいなみたいうん栄町ビルからセントラルパークに移転したねあそうセントラルパークの話をしてます美味しそう もうねやばいの本当に結構もうガチでやばいですもう1年経ったら終わっちゃうんじゃないかレベルにあみもみくるんのらスく食べ終わったよハート2個入ってたクイズと解答でいい <laughs> ですけ手芸うやな部屋着事情ああいいですけど需要ありますあいう作文もやりたいえここで書かかんないでほしい じゃあインスタグラムで募集するからそこで書いてインスタやってない人はツイッターで r であと1個しかなかったわ上に行こう「あなんちゃん4つ入ってた」って言ってましたよそう <laughs> てか昨日のアメブロのクイズ誰も答えてくれない2人くらいしか答えてくれてなかった悲しじ <laughs> そう 中坂見え楽しかも誰誰誰誰 <laughs> あ名前呼んじゃっためっちゃわー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 中坂何歳十六歳です期待ランキングランキングに出せるのはちょっと失礼なので全部載せますパンパンってコメント大喜利 <laughs> みんな大喜利してくれないもんクイズ難しいもん違う違う昨日の動画の何歌ってるでしょうクイズです そう全然答えてくれてる人少なくてみんなのコメントウキウキしてみたら誰もなんか全然答えてくれてなかったなんか答えて簡単やって簡単じゃないけどさでもさそうがかかんただよ <laughs> はいすいませんわ <laughs> からなかった 明後日仕事なの頑張って応援してるよログインできないから新しいアカウント作っちゃお <laughs> さっきみゆがじゃあこ,ここでクイズですテレ長坂がさっき食べたご当地グルメは何でしょうヒントは和菓子です 動画見て意外と分かったもんなんでわかりますかウイローじゃない名古屋じゃないもみじまんじゅじゃないですね鬼まんじゅうじゃないですねウイローじゃないウイローじゃないですよ信玄餅じゃないあんま木じゃないですね大子 <laughs> タンメンじゃないですね名古屋じゃないですねあの愛知県の名物じゃないですどこの名物かわかんないけど名物の和菓子ねなんかきなこときなこが美味しいんだって <laughs>

見てないですね。ユーチューブの音がします。そうパチ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 。雪見大福食べてない。なんか売ってないの見つけられなくて。静岡のお菓子なんだ。ええ。どこにある？静岡の？静岡みは全然わかんない。浜松と静岡しか知らないよ。 西の方とか西だと名古屋よりかじゃあ北の方あ痛い <laughs> 真ん中が真ん中だったみんな用事あったなら聞いてくれないや別に大した用事じゃないんですけど。 熱海も静岡やで焼津おお確かに静岡市です誰かのお土産そうお土産でもらった中 <laughs> ちゃんは食べたものの話する時幸せそうな感想かこっちは幸せそうな感じあ本当んですかやったね <laughs> <laughs> まさかさんどれくらい切ったのもももうそもそも こんくらいだったとしたら、こんくらいになってて。まあ、いつもですね。なんか、あんま、あま気づかなかった。なんか、気づかないのって。<laughs> 初めて、髪切ったんだ。<laughs> 感じです。そう。きなこ系の餅好き。好きですね。きなこ好きです。 たさママさかにサニママさかにです聞いてくるのかわいいかわいいでしょあめかんもちをパパが買ってきてくれた本当に舌が痛い早く治るでもねあの朝起きたらね昨日より痛くなくて嬉しかったそうキノコも好きですよみんしいたけとエリンギと マッシュルームとナメコが好きですスポンジケーキのコッコもココも食べました <laughs> コッコはでもお父さんの食べかけしかもらえなかったえなんかさお母さんにはまるまるコッコの2個入りを買ってきて、ま、お,お母さんには1個まるまるあげて自分との4分の1くれた <laughs> はにゃ そうパ,パ,坂さんパパ坂さんが娘のためにお土が買ってくれるのも元気すぎて好きえなんかさあのあのお父さんまた出張行ってたんですけど <laughs> もしかしたらその静岡とかじゃないかもしれないんだけどみゆが毎回お土産をあの頼むんですよとある餅をね <laughs> だからそのために静岡寄ってる説みたい <laughs> そうけなげあすいません みちゃんの場合しゃべったら治るかなきな粉って何かできたか知ってますよ大豆ですスリスリ Y イコーニーまでマッチョルームだと思った <laughs> 何ムキムキになる食べたら <laughs> そう <laughs> ねえ恥ずかしいかけなげコまないなココはこの時期バレンタイン屋もあるあそうなのでもバレンタイン屋じゃなかったよいつも食べるココだった なんか昔ねファンの方がそう、静岡にす住んでるファンの方にめっちゃコッコ押されて買いに行ったことがありますなお今は <laughs> しますよねしますよねそのくだりも,も、ね、無限にやってますからうちらあイエーイマブマブ清塚 <laughs> に言ってんのかな いちごコッコも食べたことある。ふわさんと二人出かけることある全然あります。なんかなんかわさで桃たんがパパとなんか腕を組んで歩いてるみたいなのを聞いたんですけどそこまでは仲良くないですね。<laughs> そう桃たんが為替を読めたちょうどやってるんじゃないですか為替ルートみたいな。なんかさ中3でさ公民やるじゃんで公民やるとさあの株価をやるじゃないですか株式を。 なんかさ株式とかさその海外とあれやるドルとかあるじゃないですか円高あの <laughs> みたいな円高ドル安みたいなそういうやつだと思いますでカわセルートみたいなのをやるんですよだからです抹茶味もある抹茶味はねあんまり好きじゃないんです抹茶が苦手なのそう今度パパ坂さんの反応見た目にやってみたら反応してもあれとえ <laughs> 交わせルートってテストに書いたかもしれない <laughs> え待って待ってあ一応前にすつっ,っちゃっておお<う> <laughs> ボンが落フフフランドセルじゃなくてスーツケースですパパさんがいやみも出たんだよね <laughs> 最近あそ今のテスト勉強でやった気がするこれじゃないえっ社会情報 いや公民だからさあっコースレートって書いてるよかった <laughs> 円安はあの円安とドルだドル高は分かりますあの動きが強まる株価の動きが強まると円安ドル高になります 円高取りやすいなります書いてある書いてある勉強したんだからみゅちゃんめっちゃ苦手ですけど食べれますよちゃんと今日バームとか大好きまる暗記やのもうめっちゃまる暗記です私このノートに書いてあること多分全部覚えてる <laughs> あのね グローバル化とは何ですかっていうその問題が出たんですよグローバル化ってみんな何か知ってますかでさ公民のもう標的なところなんですねグローバル化みたいなのがでそグローバル化って何だっけっなんてう今言えますもん呪文みたいない <laughs> くよ地球規模で人や物金やサービス情報などが相互に移動したり関係したりして関係したりして世界 世界が。世界の一体化が進むこと。おええー。<laughs> すごくない?。あとね、何かも覚えたよ。もうめっちゃちょうど覚えた記憶ある。なんだっけななんだかない?。 何かについてみたいな長文だったから覚えた何だったかなちょ、ね、覚えてないんですけどもうすでに <laughs> もう忘れちゃった はちょっとわかんないんですけど何か <laughs> あこれ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 あの直接民主制と間接民主制の違いなんですけどあの国民が直接政治を動かすことが直接民主制で、ね、みたいなえっと国民の代表者が をとと通じて政治を動かすの関節民主制です <laughs> 日本はえ、どっちなんだろう関節 <laughs> 日本三大賃味の答ええっ、ー、と、えっ、ー、と <laughs> アワビは違うんでしょフカヒレも違うんでしょでまぁ、あ ルチンパンジーオランウータンも違うでしょえっとねキャビアとフォアグラとトリュフですね今の日本の大表岸田さん い子には丸を指せる○○○○○○なんだっけかわいい子には感謝じゃない感謝ではないよね感謝じゃなくてんか清潔にとかなんかそういうのそういうのでもなくてなんだっけかわいい子には旅旅じゃね 教えてください日本の三大義務は日本の三大義務ほかるかな納税納税と納税と納税の義務と労働の義務ともう一個がもう一個がと子供に普通教育を受けさせる義務ですね。 マンボ正式えっ分かんないそれはガチで分かんないま,まん延防止処置みたいな <laughs> 勤労えでも労働ってさ書いてるよ。それも出たんですよをストに。 え労働って,書いてある気がするんだけどなほら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  <laughs> 勤労なんだねまあ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 正解やろみんなゼ0乗はだから2やろ <laughs> 勉強な一般常識できるからなめないでおろて。 ソーシャルネットワークサービスですね。<laughs> なぜ優越される？法律で決まってるからです。<laughs> <laughs> なんで一なの？なんで一なの？スケイっぽくないですよ。そうバカの方がいいんですよ。よ APEC って読むかわかんないですけどわかるわかる言わないで言わないで APEC はえっとアジア太平洋経済協力会議協,協力会議です <laughs> 絶対合ってるほらピンポーン TPP あ tpp 分かんないな何ですかそれ <laughs> 日本国憲法3原則はあーそれもやったななんだっけななんだっけ言わないでください原則だもんねあー待って待って待ってえ待って1個は分かんない平和主義国民主権国民主権 あ個人個人じゃない人権の尊重みたいなですよねあっ PPMP 基本的か惜しいよねすごい。 やっぱ一般常識くらいはできるんですよね一般常識くらいは <laughs>「艦 <laughs> 隊平洋パートナーシップ協定」あーなんか習ったことありますそれ2時58分かちょちょっと過ぎるよじゃあ21時5分になったら教えてください料理の指しすすすはなんだっけ魚 しめじすすスルメイカセロリソーセージ違うの違うかさささあ分かった斎藤真希子さんしししし 聖徳ん <laughs> 須田さんせせ,せ,せ千住観音 <laughs> そう総理大臣 <laughs> 砂糖塩醤油砂糖塩醤油。 砂糖塩酢醤油味ゆですね。<laughs> <laughs> なんかつぼめっちゃつぼ浅いんだよねお母さんにお「あなたつぼ浅すぎてなんか毎日楽しそう」って言われた毎日楽しい笑ってるとね病気吹っ飛ぶらしいので笑いましょうだから笑ってればあのー、何にもねないです無敵孫に優しい意味わかんないですね豆ごま <laughs> 孫に,に肉や野菜魚 しいたけキノコでしょ。いいいはわかんない。イ,インゲン？いちご？い、い、い。いい <laughs> がわかんない。いがわかんない。芋がおお。見は芋のことお芋さんっていうからわかんなかった。 いつもお芋さんって言うから、いいから始まることを忘れてた。<laughs> <laughs> 始める、<laughs> 毎回始めましてって言ってくるんよ。こんばんちゃん、んこんばんちゃん。ん ん<笑>,<笑>,笑い方で思い出した雨風ロの息を見せたお疲れ様です。<laughs> 中坂さん壊れた。わりと通常運転って書かれちゃう、ね。なんでこの中坂の前髪ってサめっちゃ濡れてるのやばくない 胸子がさ、すごいの、皮脂してるとはけど、滑ってますねなんでそんな、なんでそんな辛辣なこと言職場のほうれん草を答えてみる職場のほうれん草職場にほうれん草あるんですかなんだろうほ、ほ本当のことも言え、嘘つくなれ 連絡ちゃんとしろう、ね、<laughs> としろと一緒なのかなそう掃除はちゃんとしてください上のもんどうにはちゃんと気を使え <laughs> 報告連絡相談 ならがいいでしょ。絶妙のところを攻めるのが好きです知ってんのかだから私一般常識は知ってますから今日だってねサーズでーがわかりましたしみんなと一緒で草爪伸びたいやこっちは切った <laughs> こっちが伸びてる なんで知ってるのえなんか有名じゃない <laughs> なんかちゃん S タイプどういうことですか <laughs> 知らないふりするのうまいや本当に曜日って中1やろ曜日だって小学生でやるよね多分でサーズデーはみーは THERS とかだと思いました <laughs> そう お時間終わります。のみなるんさんのはチューズで寄りでしたね。川島は惜しかったです。水曜日は WEDD で NES ウェドネスデイみたいなウェドネスデイみたいな感じです。月英語で フェビュアリーフェビュアリーフフ <laughs> あっちも外でなんか最初外でだったみたいな <laughs> ちょっとすごかったですね今日もめっちゃギフト消えてるごめんなさい女の子さん服えグレタムさん服パジャマ中坂さ,さんかわいいこたつさん間違えましたカッパさんこたつカトちゃんペさんえ服服デルランさん服カちゃんペさん服 女の子さん服パンダさんこだつネオチ上州ハンさん服服服服すごいすごいアバターですねこのたんの合格みたいな合格アバ服服合格アバさん服服オムライさんたらの音符たらのぶたらの音符トマトさん服オムライさんたらのぶ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 たらの音符ピピピピさんたらの音符オムライスさん服

フェブアリー2月2日は英語ねフェブアリーセカ n d 英語得意じゃないですギルじゃないですギャルですベロ大丈夫そうですね痛いんですねまだ赤いですねグロいからさ見ないようにしてるんだ <laughs> みんなに今日の中身73位はデケデケデケデン 世界の豚のふんさんです。ありがとうございます。イェーイおめおめ。自分の誕生日を英語でん。ジュ e イレブンイェーイおめでとうギ。ギフトが復活しました。白い釣りさん服、パンダさん服、トースターさん服服、もふもふさん服、クロミちゃんさんかわいい服、お米でっかいさん。 服、ええー、女のさん、服、ぐでたまさん、服。あ、ここからは読んだかな。ありがとうございます。いえ。<laughs> <laughs> 復活する、なんかね、一回配信止まると、復活します。謎現象。では、十、二十位から読みます。いきまーす。 せーのトースターさんパンダさん中坂さんモンブランさんトマトさんパンダさんさんさんゲルマコさんゲルウニさんありがとうございますいやーイありがとうございますいやー三13 <laughs> さんあ,ありがとうございますオムライチュー12 <laughs> さんあ,ありがとうございますカオチー12人フ <laughs> さんあ,ありがとうございます顔ー 10位、ふん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 さあありがとうございます。ねうちゅうはん。9位、ふんフン、さあありがとうございます。オレンジのくまさん。8位、ふ <laughs> んさあありがとうございます。ヒー七位、ふんふんさあありがとうございます。カキ六位、ふん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 さあありがとうございます。ピシッ <laughs> 痛い。<laughs> 手に当たっちゃった。ピシ

ということで3949人の皆さん配信を見てくださってありがとうございましたコメントしてくださった方星しあぎふと投げてくださった方もありがとうございましたおなってるなってますもうアイムハングリーですあでも何でもない <laughs> もしよかったらメールブログのチェック大富豪トシオレムのホランツイッターとインスタグラムのフォローラン目黒のチェックよろしくお願いしまーす <laughs> 終わります楽しかった美味しかったお店一覧です 今の一覧ですっていう言い方はんかラーメン屋さんって感じがしましたね終わりたいと思いますせーのめっ、ま、ちゃんじゃんけんポンあっちてはい今日の合言葉は餃子じゃなくてお鍋だよバイバーイ <laughs> すごい4000人近くだよ本当に美味しいお店食べましょうバイバーイねえ,いえい、イ <laughs> いちゃーん